演技の勉強さえすればプロになれると思っている人が多いんですね。でも実はそれだけでプロになるのは非常に難しいんです。なぜなら、どうも、声優志望の子たちに演技の基礎を教えています。演技講師の日向翔吾です。はい、今日も頑張って勉強していきましょう。最近ね、僕近所をね、こう散歩してて、こう気づいたことがあって、全然大したことじゃないんですよ、近所のねコンビニの前を通過したら、こう上りが立ってて、その上りにお取り置きできますっていう上りを見つけたんですね。コンビニってお取り置きできるんですね。なんか調べたら、ネットで調べたら、結構昔からコンビニってお取り置きのサービスってやってたんですね。いや、コンビニのサービスってものすごいなって思いましたけども、お取り置きまでやってるんだっていうことにちょっと感動しました。ただそれの感動を伝えたくてただ喋ってるんですけれども、まあそれに絡めて、皆さんが最近何か気づいたこと、あ、実はこれってこういうことだったんだっていう気づいたことがありましたら、まあどんなくだらないことでもいいので、コメントの方に書き込んでもらえたら嬉しく思います。でね、前回の動画で皆さんの子供の頃どんな子供でしたかみたいなのをコメントに書いてくださいって喋ったら、結構ね、面白いコメントをいただきまして、まあそれをね、皆さんと一緒にシェアできたらなと思いまして、動画の最後におまけ的な感じで面白かったコメントをね、発表していこうかなと思います。そちらの方も合わせて楽しみにしていてください。それでは本題に入っていきましょう。お勉強チャンネルなので、ちゃんとお勉強していきましょう。今回の動画は個性の見つけ方について喋っていこうと思います。後半の方では実際にこういうトレーニングをするとあなたの個性を見つけられますよっていう実技もやってますので、そちらの方もぜひ見ていって実践してください。この動画を見ている人たちは、きっと演技の勉強を頑張ろう、絶対プロの声優になってやろうと思っている真面目な人が多いんですけれども、意外とね、落とし穴なのが、演技の勉強さえすればプロになれると思っている人が多いんですね。でも実はそれだけでプロになるのは非常に難しいんです。なぜなら、プロにはなっていなくても、世の中的に広めを浴びていなくても、演技がめちゃめちゃうまいっていう人は結構います。なので、演技だけ頑張るだとなかなかプロになるのって難しいんですね。なので、演技力だけじゃなく個性っていうものをちゃんと磨いて、あなたの魅力や売りを引き出せる人になってほしいなと思って、今回の動画を作りました。今回は数ある自分の個性の見つけ方の一つを紹介していこうと思います。まあ、正確に言うと見つけ方というよりも気づき方なんですけどもね、個性ってのは持ってるんですよ。で、それを本人が結構気づいてないだけだったりするので、正確には気づき方になります。で、ちなみに今回、ご紹介するものは、今週の月曜日に僕、日向翔吾の LINE 公式アカウントで、2週間に1回、トレーニング動画、無料のトレーニング動画を配信してるんですけども、そこでもうすでに発表しているものではあります。なので、僕の LINE をすでに登録している人は、知っている内容にはなるんですけれども、見たことある人は、復習を兼ねて見てもらいたいです。で、見たことない人は、こうやって自分の個性って見つけていく、気づいていけばいいんだなっていうのを学んでいってもらえたらなと思います。ここからが重要なので、本気でプロの声優を目指している人は最後までついてきてください。そして最新の動画を見逃したくないなと思ってくださった方はチャンネル登録お願いします。何をするかというと、やることはすごく簡単です。あなたの持っているスマホで1日5枚、何でもいいので好きな写真を撮ってください。あなたが好きと思いさえすれば何でも大丈夫です。風景でもいいですし、建物でもいいですし、人でもいいですし、ちょっとした小物でもいいです。なんだったら好きな漫画のワンシーン、アニメのワンシーンをパシャッと撮るのでもいいです。ただし、購入していないものを写真撮っちゃダメですよ。購入してない雑誌の中身とか撮っちゃダメです。怒られちゃいますのでね。それはやめましょう。あなたが好きと思えば本当何でもいいです。周りがどう言おうが何でもいいです。ちなみに僕が昔写真撮った時に何を撮ったかというと、わかるかな？山とか山道を走ってる時に、土砂崩れを防止するためにコンクリートで、こう固めてる壁があるんですけども、なんかそれがなんか綺麗なね、ワッフル状のね、形でね、コンクリートで固めてるものがあって、なんかそれ綺麗だなと思ってパシャって写真撮ったのを覚えてます。誰もそれを素晴らしいと言ってくれなかったんですね。ちょっと悲しかったんですけども、それくらい変なものでもいいんですよ、自分が好きであれば。
で、その撮った写真に、まあ、なんか紙でも携帯でもいいんですけども、好きな理由をできる限り具体的に書き出しましょう。なんかいい感じとか、そういったふわっとした言葉じゃなくて、具体的に書きましょう。これを繰り返していくと、10日で50枚、1ヶ月で150枚分のあなたの好きを集めることができます。そして、それに付随する好きな理由、150の好きな理由が分かってきます。こうやって好きを集めていくと、なんとなくそれらの共通点とか、あなたが好きなものの傾向が見えてくるんですね。そうするとそこからあなたの好み、個性、傾向が見えてくるんです。好みの共通点や傾向がなかなか見えてこないなと感じる人がいたら、1日に撮る写真の枚数を増やしたりとか、撮った写真に対するコメントをもっと具体的に書いていくと見つかりやすいです。やればやるほど自分という人間が知れて、自分の個性というものがどんどん分かってきます。ちなみにこのトレーニング、個性が分かってくるだけじゃなく、こんな効果もあります。言語化能力が身につく。まあ、自分の思いとか考え方を言葉に書くっていうことをやっていくと、自分の考え方とかがね、すごくはっきりしてくるんですよ。そうすると、あなたの芝居が今までよりも相手に届きやすくなります。そして、センスが磨かれます。センスが磨かれていけばいくほど、魅力的な役作りができるし、自分がどう立ち振る舞えば自分っていう人間が一番魅力的に映るかっていうのが分かるようになってきます。こういったいい効果もあるので、ぜひぜひ皆さんにはこのトレーニングやってもらいたいと思います。はい、いかがだったでしょうか？いや、自分のね、個性とか魅力とか売りっていうのはね、自分ではなかなか気づきにくいものなんですよね。でも、そういったものが分からないと、このプロの業界で戦っていくのは非常に難しいです。なので、今回のトレーニングで自分の個性とか魅力とか売りに気づいて、自分に合った戦い方でプロの声優を目指していってください。はい、最後に告知が2つあります。冒頭の方でもちらっと言ってますけども、僕、日向翔吾の LINE 公式アカウントというのがあります。そちらではですね、各週月曜日2週間に1回無料のトレーニング動画を配信しています。無料ですので、興味のある方はチェックしておいてください。それともう一つ、僕が代表を務めるワントゥーワン声優俳優ナレータースクールではレッスン生募集してます。本気でプロの声優を目指していてコツコツ努力できる人、興味あったら、ホームページの方をチェックしてください。どちらも詳しくは動画詳細欄または概要欄をご覧ください。以上、日向の教室の日向でした。じゃあ、では前回の動画の面白かったコメントをね、発表していこうと思います。出口拓也さんですかね。私の子供の頃の失敗は、当時将棋の頃の私は我慢強い子供だったのですが、それが原因で、盲腸の破裂寸前まで我慢したせいで手術することになったことですと。いや、怖いっすね。でも、いますよね、我慢強い子。うん。なんかこう、これを、人に相談しちゃいけないとか、これを言ったら迷惑なると思ってめっちゃ我慢しちゃう子。いや、子供を持つ親としてはこれなかなかドキドキしますね。ありがとうございます。ロエとハルバさんって言うんですかね。ちょっと違ったらすいません。子供の頃の思い出といえば、汚れていた親のスマホを汚れてる洗わなきゃと言ってスマホに水をバシャーってやってしまったことですね。めちゃくちゃ怒られた記憶があります。いやー辛いですね、これ。ご本人としては善意でやったのにね、これはなかなかきついですね。いや、うちの娘もやる日が来るのかな。いや、あるんですよ。イヤホン、僕イヤホンね、持ってる、いつも持ち歩いてるんですけど、娘がね、善意と思ってね、持ってきてね、落としたりとかね、壊しそうになったりってあるのでね、ドキドキします。はい、アキさんです。小学校低学年の時に授業中に見えない敵と何度も戦ってて、二者面談の時に先生が親に、〇〇くん授業中に見えない敵と戦っててって言われて、死ぬほど恥ずかしかったです。はい、僕も戦ってました。小さい頃いいですね、同じですね。ありがとうございます、面白いコメント。フラワさん、かっこわらび餅って書いてありますね。はい、将棋の時に、図書館で先生の読み聞かせをクラスのみんなと聞いていた時に漏らしました。恥ずかしかったですと。いや、辛いっすね。うん、いやでも僕の小学生の時、小学校5年生、6年生ぐらいの時に、ね、漏らしちゃった子ってやっぱりいましたね。うん、いやー、かわいそうだなって思いましたよ、あの時も。うん。でもなかなかね、言えないですからね。うん。我慢するのも大変だし。いやー、ね、これがトラウマになっていないことを、祈っております。続きまして、かぐら、これ、天野さんですかね。子供の頃、2週間のうちに2個携帯を壊して、過去1つは保証期間ではなかった。ものすごいお金を瞬時にぶっ飛ばしました。
いやーってなったでしょうね、親は。うん、今となっては申し訳なさでいっぱいですだそうです。携帯って高いですもんね。今 iPhone とかもね、10万とか平気で超えますもんね。いや僕もね、よくね、携帯壊す子供だった、子供だったっていうか、もう二十歳過ぎだったか。よく携帯壊す人だったんですけれども、携帯を壊すからこそ、あえて高い携帯を買ったのを覚えてます。速金で。うん。そうしたら逆にね、物を大切にするようになったんですけどもね。いや、うちもね、子供にいつかね、携帯を持たせる日が来ると思うのでね、僕と同じ性格だったら、まあ、壊すだろうなぁと思ってますよ。いや、だからね、家の家電製品はね、大抵ね、娘に壊されると思ってるんで、手厚い保証に入ってますね。はい、皆さん面白いコメント、本当にありがとうございます。時々ね、こういうコーナーをね、やってもいいのかなと思います。まあね、勉強だけじゃね、息苦しくなってしまいますので、こういったね、お遊びもね、間に挟み込んでいこうと思ってます。コメント欄を通じて、皆さんのいろんなことを知れたらなと思っています。以上、日向の教室の日向でした。じゃあ。